コルビーのラトラムヌスはフランク人修道士にしてカロリング長期の神学者、生産論や予定説に関する著作で知られる。彼の生産論に関する論考、種の肉と地については、コルビー修道院長としての彼の公認者、パスカシウス・ラドベルトスの実在論的な生産神学に講するものであった。ラトラムヌスは、 9世紀のフランス・ドイツで多くの論争の中心となった修道士オルベのゴデスカ・ルクスの二重予定説に公弁したことでも知られる。ラトラムヌスが生前最も知られることになった功績はおそらくホテオスのシスマに対する反動として、そしてニカヤ・コンスタンティノポリス信条に対するフィリオクへの不可の用語として、ローマ教会を中傷するギリシア人たちの意義にこうしたことであるとされる。 ラトラムヌスの生涯はほとんど知られていないが、844年にパスカシウス・ラドベルトゥスがベネディクト会のコルビー修道院長に選出された際に、ラトラムヌスが同修道院の付属学校長になったと主張する者も,もいる。加えて彼はシャルルトクトをとちょうどいい程度に密接な関係を持っていたとみられる。831年から833年の 間のいつ頃かに、コルビー修道院の教師だったパスカシウス・ラドベルトゥスが、主の肉と地についてを執筆し、性別の瞬間に、祭壇状のパンとワインが、イエス・キリストの肉と地と同一のものになるという説を、明文化した。パスカシウスは、祭壇状の肉と地はキリストが地上で受肉した、祭の肉と地そのものと正確に、同一物であると明言した。彼は、 生産について記述する際に形状と真実を区別しているが、これはそれぞれ見かけ上の外観と信仰が教えるものを意味すると彼自身は理解していた。パスカシウスの論考の結果として議論が起こることはなかったようで、はじめのうちは彼は本論考をかつての弟子に教育する際の助けとして検定したと見られている。あとに844年頃にも、 パスカシウスは本論校を改訂して、シャルル・トク王に検定している。シャルル・トクト王は843年にコルビーを訪れると、ラトラムヌスと会見して、生産の説明を求めたとされる。その際に皇帝に対して、ラトラムヌスが提出したのが、同盟の論校、種の肉と地についてであった。本論校の中で、ラトラムヌスは、ミサの際のパンとワインは、 キリストの肉と血を比喩的に表し、キリストを記憶するものとして働くが、本当にキリストの心の肉と血なのではない、という精神的な見方を衝動した。ラトラムヌスはパスカシウスが生産論に用いたのと同じ二つの術語を使ったが、異なる意味で使った。ラトラムヌスにとってベリタスは感覚によって認識できることを意味した。すると、 生産は外見においては変化せず、パンとワインに止まり、文字通り、キリストの歴史的に受肉した肉体ということはないのだから、この意味では、生産は、真に、キリストの血と肉ではないのであった。この議論は、有罪宣告のような結果を伴わず、二人の修道士のうちどちらも相手の著作を引用したり、言及したりすることがなかった。このため、ウィル・マイン・ウォッテンは、 パスカシウスとラトラムヌスの互いに異なる立場の伝統的な解釈に対して論争があるとして挑戦している。840年代 -850 年代にラトラムヌスはオルベのゴデスカ・アルクスの教説に関する論争に巻き込まれた。ラトラムヌスは830年頃に放浪教師がコルビー修道院に滞在した際に初めてゴデスカ・アルクスに遭遇したと見られており、 後には大司教ランスのヒンクマルスとゴデスカールクスが論争になった際にゴデスカールクスを支援している。ゴデスカールクスは一種の二重予定説を解き、神は選ばれたものと落ちるものの両方を予定されたと唱えた。851年にヨハネス・スコトゥス・エリウゲナがゴデスカールクスの教えに対する反駁を一択されたが、彼の著書、神の予定に関する論考は、 あらゆる種類の予定説を根本的に否定しており、この否定がラトラムヌスやリオンのフロールスの怒りを誘った。これに対する返答として、ラトラムヌスは二巻からなる著書、神の予定についてを執筆して二重予定説を弁護したが、罪も予定されているという考えには反対した。その後反省において、ラトラムヌスは、ホティオスのコンスタンティノープル総主教助任に関する、 東西のキリスト教の863年から867年の質問に応答した。後半にわたる論争が東西の様々な意見不一致に広がり、総主教の序人、ブルガリアにおける宗教裁判権、そしてニカヤコンスタンティノポリス信条に対する西方側のフィリオクへの挿入などが問題となった。ラトラムヌスによる西方神学の用語と、 ローマ教会を中傷するギリシア人たちの意義にこうすることは概してフィリュクへの証明に占められたがこの仕事の最後の部分はトンスラや聖職者の独身といった他の意見不一致を扱っていたゴデスカアルクスを支持したことを示す他の資料としては乱数のヒンクマルスが提案した定式化に反対してゴデスカアルクスによる三位一体の定式化を支持するような恐怖文章を。 ラトラムヌスが編纂したものがある。また、ラトラムヌスは、キーナ犬の頭をした生物に関する書簡を執筆しており、神話的な賢免人が動物であるという一般に広まっていた信念と意見をことにしている。これに対して、理性的能力を持つ生物は当然人間と関係づけられるべきであり、動物ではないと彼は主張した。ラトラムヌスは別の論考。 キリストの生誕を表しているが、これはパスカシウスの聖書女の誕生についてに対する応答だと考えられている。本論考の中でラトラムヌスはキリストの真の人生を損なわないために諸女マリアからのキリストの誕生は通常の人間と同じ方法で起こったという説を弁護している。ラトラムヌスは魂に関する二編の論考を表しており、 伝統的なアウグスティノス心理学を支持している。まず、霊魂論は、マカリウス・スコテスなる人物に反論するために書かれ。次の、魂についての書はサンジェルメド・フリ修道院の、匿名の修道士が建てた、説、すべての人間が普遍的な唯一の理性に、預かっている、に挑戦したもので、ボーベの音に提出された。魂についての書で、ラトラムヌスは、 魂は普遍的ではありえず、個別的でしかないと主張した。ラトラムヌスの著作は、全体として、ボエティウスのエウティケース爆論を反としたとおぼしき、方法論的に行き届いた明快性、一貫性を特徴とすると中世の学者、ジュリオ・ドノフリオが評している。いくつかの点で、ラトラムヌスの生産に関する著作、種の肉と地について、 は、ヨハネス・スコトゥス・エリウゲナの著作と混同された。11世紀に、トゥールのベレンガリウスが、ベックのラン・フランクスとの論争において、自身の生産論の転居として、エリウゲナの著書に飛びつき、1050年のベルケリでの、地方協会会議で即座に、有罪宣告されている。1100年頃に、いくつかの著作でラトラムヌスの名が間違って、ベルトラムスと書写されたことで、 さらに混乱が起き、19世紀に至るまでこの間違いが存続した。16世紀にラトラムヌスの著作が再び論争の中心となった。種の肉土地についてが1531年に印刷された後に、プロテスタントの宗教改革者がカトリックの実態変化説に対する反論として本書に飛びついたのである。本書はイングランドで特に影響力が強く、 トマス・クランマーがラトラムヌスによって、反事大変化説を確信したと述べている。ウィルマイン・ウォッテンがこう書いている。ありがとうございます。